はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、チャプター15、おまけパート、遺構に眠る脅威の継続。ここはいくつ目だったっけな ?3 つ目のしるべだったはず。で、食事をすでに済ませてね、右下の体力が今大変なことになってるんだけど、何食べたっけな こう見ると意外とまだ空白があるんだけど、これだ、ラザーニア・アルフォルド。食べて属性攻撃を防ぐのと、まあただ HP がプラス4000される魅力に惹かれて食っただけなんだけど、今それでこんなことになってる。前回はとんでもないドラゴンみたいのが、ドラゴンっていうか竜が出てきて、そいつと3回戦ぐらい、まあ、3回再戦したのか。でなんとか倒して、で今回もまあマキシマムマジックが残り42個と、あと限界突破魔法フリーズがあるぐらい。どうしようかな。この辺でバンバン叩いた方がいいのかな。あ、聞いてね。死ぬことを前提にプレイするならもう普通に殴れまくればいいんだけど。こやつらは硬いな。さあ一体ウィーク回復しとこう。あ、そうだ、これ今ラウンドアサルトになってんだ。待って、ギャザリングは変えとこう。あ、まあ大丈夫だな。オッケー、行こうよ。ゲージはね、空白の部分が若干黒い部分増えてるように見えるけど、今は9999になってるから。あれ、ああ2体。あれでも待てよ、巨人系統はフリーズ有効じゃなかったっけな。90うわ、でもいまいちだな。あー、これは厳しいかもな。危ない、ファントムソード使いたい。よし、もうちょいか。来た、一旦ギャザリング。ファントムソード、わ、勝って、リンク、よし、1体は OK だ。おっと、危ない、あと1体か。ウェイトモードフリーズ。フリーズは大した有効じゃない可能性。15000、グラディオの力でも15000か。そうだ、距離を取れ。よしよしよし、さっさと先に行こうぜ。うわ、経験値がすげえ。そりゃそうか、レベル90だもんな。だけどあんまりみんな体力削られなかった。次はなんだ。あ、なんか分岐の予感。あ、分岐じゃない、こいつらはいけるか、季節で。いや、使うか、マキシマムマジックで。うん、これは効かないんだよ。運だな、あ、やめて、それはまずい、それはまずい。
集合しろ。オッケー。あ、危ねえ。大丈夫か。ちょっとした油断がマジで死に繋がる。一旦回復。一番死んではならないのはノクトだ。ありがとう。いい感じだ。きついな。ついな。みんな使ってくれるかわかんないけど、念のために持たせとくか。回復魔法。はい、オッケー。まさか。うわー、大変なことになってる。まずはフリーズ。マジでやばい。うワンパン。やばい。いやー、イグニス。グラディオ。はい、お一人バトル始まった。やーべーぜ。まだ全員生き残ってる。マキシマムマジックにかけるしかないな。ダメだ、無効だこれ。あー、なんとかノクト一人で鉄巨人一体に足したが、即死が怖くて魔法で自利品戦闘状態。3人全員ここ。危ない。ウリザがよーし倒した。危なかったじゃねえよ。ほんと、もうみんなに頼れないな、これ。このまままだ鉄巨人出てきたらしんどいことになるぞ。魔法も別に無限ではないから。で、試してみたところ、やっぱりね、鉄巨人は炎はね、逆に回復になってしまって、雷はそもそも効かないんだっけな。ゴブリンは普通に倒す。あ、ちょっとよけて。とりあえずゲージは溜まってるから、ファントムソードを使えば、でかい相手には。いやー、きついな。分岐部屋がここ。マキシマムマジック。
よし。こいつら掴まれたらやばいんだよな。ファントムソード使おう。ファントムリンク。危ない。一旦回復魔法だ。プロンプトギリギリセーフ。パリー、よし、もう一丁パリー。さてどうする。もうこれ常にパリー狙いでいくぐらいがいいと思うんだけど。パリー、危ない。ハッケ。プロント。おら。コンダクター行った。ラプト。あ、まずい。危ない。回復だ。よし、一体 OK。 パリー、よし。なあ、喉乾いた。腹減ったな。苦戦したからな。つかの間の休息。ここは分岐なんだけど、こっちが当たりか。なんか現状を打開できるレベルのアイテムとかはないだろうか。カンナギ住人記念効果か。メガポーションアクセサリーじゃないや。なんもさあ、何が待っている。次には10階層ごとにね。あ、ゴブリンか。ありがたい。10階層ごとにシルベだから、そこまでなんとかたどり着かないと。メガネ無事か。待って、回復魔法が消えてた。心配だ。ほら、うまいことやるじゃねえか。まあゴブリンなら大丈夫だ。これで決めよう。終わり。ラディオゴー。あ、外さんといて。いや、経験値が大変なことに。さあ次どんぐらい進んだ。うん、こいつらか。マキシマムマジックで決めよう。あと37個か。よし、あとファントムソード。イグニスがダウンしたが攻撃し続ける。ファントムリンク。アリー、アリー、よし。ノクトはそれなり。さあ次そろそろ10階層を迎えないか。お、よし、突破した。キャンプにするか。さあ前回よりかはね、ノーミスで来れたな。キャンプしよう。え、本当にここで寝るの。仕方ねえだろ。さてじゃあ普通に食べてよかったから、もう一丁ラザーニャ・アール・フォルノ食べよう。まあ、これでもしもダメだったら、またセーブポイントから戻って別のもの食べれば OK だし、体力マシマシだ。
く眠れた。テントなら足が伸ばせるしな。さて、4つ目のしるべを迎えたか。ゴブリンね、オッケー。頑張りますか。ラディオ、頼む。砕けちまいな。さすがだな、グラディオ。当たり前だろ。あとはグラディオが生存してくれれば助かるんだけど。これで決めよう。オッケー。あれ、まだいる。調子いいじゃねえか。よし、まあな、行こうよ。ああ、さて、この層もおそらく何かしらの強いモンスターは、なんだこりゃ、ウッド、なんかどっかで見たことあんな。ブリザが試してみるか。いやー、気持ち悪い。あ、思い出した、ジグナタス要塞であったんだ、一人行動してるとき。インバリード効かない。あ、勝てこれ。危ない。ハリー、さあちょっと待てよ。マキシマムマジック。あー、回復しやがる。ファントムソード、一時回復を。集合しろ。さあ、ウィークだ。これで決めよう。いけ。さすがだ。よし。ここ2階層でしょ。ちょっと階層をちゃんと覚えとくか。10階層ごとだって分かったから。さあ、アイテム、エーテル。ラストエリクサーだが使えない。これまでほんとずっとアイテムに頼ってきたからな、脅威系ダンジョンは。あ、真正面が進行方向。月3階層目でしょ。何がいる？見えない。おっと、クワールだ、あれ。やばいな。クワールってことは電撃はご法度でしょ。とりあえずブリザが使うか。そうだな。あれ、もしかして全てに耐性ある？ダメだ、これ全てに。全てに耐性がある、こいつ。だけどこいつよろめき、あー、よろめきにくい。まだまだ働け。すまない。待てこいつ、ちょっと、やべえ強い。結構やばいかも。うわ、攻撃力高いな。エグルス、ギャザリング。集合しろ。あ、プロンプト。となるとこれファントムソードを失敗したな、さっき使ってしまったしな。近接攻撃するしかないんだ。危ない。容赦はしない。いやー、スパシっぽいな。よし、ウィーク。グラディオ当ててくれ。
あー無理だ。あ、そうだ、属性攻撃今無効化されてんだ、食事で。なら属性攻撃が心配ない、心配ないが一旦回復。まずい。あ、ナイス。時間かかっちまったな。クアールが出てきた。まだ出てくるだろうな。こりゃプロンプトがもう結構体力削られてる。マキシマムマジックをもうちょっと使っていこう。ウッドゥ頼む、いい属性で出てくれ。バカー。車内ファントムソード。ファントムリンク。いや嘘って めっちゃ言ってるプロンプト。よし、まあな、全員無事だな。先行こうぜ。あ、しまった、これ何回染めか忘れてしまった。あ、次は何がいる。頼むクアールは来ないでくれ。あ、あー一瞬シルベっぽかったけど、さっきの魔法か。頼む、今度はファイヤーじゃないやつ来い。あー向こう、ライブラベント使わないと分かんないもんな。あ、だけど属性攻撃は向こうだ。あり、あ、属性攻撃向こうのおかげでだいぶ救われてるな。一旦ノクト回復しよう。問題ない、回復と。グラディオ生きてる間に頼む。ああ、よし、ウィーク。よし、ウッド1体は OK。 もう1体痛い。グラディオ今度こそ決めてくれ。よしよし、ウィークいけるぞ。もう少し早めに終わらせたかったな。よし順調、次。ゴブリンか、使っちゃうか。一番近いやつでいこう。あー炎はいまいちか、ゴブリンには。一瞬で終わっちまいそうだ。さあゴブリンで溜まったファントムゲージは取っておこう。ブリザが使うか。よし、ブリザが有効だ。よし、メガポーション。さあ終わりは何階層ぐらいまであるんだ。またゴブリンか。おっ、ラッキー、ワンパンだ。
マキシマムマジックもまだ31個と結構余裕はあるけど、いかんせん属性の相性があるから。うわー、2体いる。待ってよ。こいつら、あ、そうだ、魔法が効かないんだ、まず。滑った。ファントムソードで行くっけないな。一体を片付けたい。ギリギリファントムリンク。あー、まずい。あー、プロンプトが真っ先に行った。ハリー、よし、クラッシュ。よし、あいつ休んでるぞ、今だ。あ、カンストしない。一体ならなんとかなる。で、属性攻撃が効かない。終わりか。エグリス了解。よし、ウィーク。よし、ゲージ溜まれ。容赦はしない。ラディオ、クラブ。念には念を。回復。あ、ヒットしなくても回復するのか、これ。ウィーク。ファントムソードだ。あとちょっと。よし、まあな。プロンプト、喉乾いた。何言ってんだよ。ったな。苦戦したからな。プロンプト死亡してたのに起きた一発目の発言が喉乾いた。で、8階層ぐらいまでもう来たと思うんだけど、まだクワールいるか。ゴブリン。あれ、ファイヤーやっぱり効いてるぞ。よくわかんないな、ゴブリン。よし、さあ次。今回はノーミスのまま次のシルベに行けるか。お、ありがたいシルベだ。よし、それじゃあいいところ、時間来てんので今回はここまでにしよう。あとどんくらいあんのかさっぱりわかんないけど、まあシルベがある限りセーブポイントは作れるから、くじけず先どんどん進んでいこう。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。